この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。この力使っても平気なんだよね。案内が必要な。いつでも言ってくれよ。面白いとこたくさん知ってるからな。なるほど。竜に関するものは結構あるみたいだけど、前に一人で来た時はそれすら見なかったな。何してるんだろうな、あの人。手早く解決いたしましょう。ここがいいな。緑が多いのはいいことだ。私は好きだぞ。さて、どこで使えるんだか。ライザなら有効活用してくれるよね。走っていけそうだ。何年かこの地に腰を下ろし、じっくりと調べてみたいものだ。魔物が集まってるみたいだな。油断はできんぞ。カライディアス、どれにしようかな。戦えるな。鍵の出番が来たようね。年寄りが無茶をするでないぞ。見せてあげる、鍵の力を。始めるよ。いっけー。お願いします。私に任せろ。カイザ、力を抜いたらどうだ。守りを解くぞ。動くな。こっちじゃ、こっちじゃ、やらせる。そう急ぐこともあるまい。任せろ、アンペル。とどめて。みんな、そこだ。あの敵に集中攻撃だ。さすがはアンペルさんだ。私に任せろ。あの魔物、使えるかもしれん。さあ、どうなる。完成だ。コアクリスタルを使う。よし、これにしよう。よし、こっちのは倒したぞ。コアクリスタルを使う。発動せよ。クラウディア、行ってくれる。まだまだだぞ。次のが来れるんじゃないかな。まだいける。待ってしまいじゃ。
あの敵なら。お願い、うまくいって。やった、成功だよ。使うのは行っちゃって。今なら攻撃が通るかも。クラウディア、行っちゃって。今なら良かった。そこだ。カライディアス、戦えるな。使わせてもらう。アンペル、年寄りが無茶をするでないぞ。コアクリスタル発動だ。守りが解けたようだ。はい、任せて。集中攻撃で行くぞ。ミラさんにはかなわねえや。命を燃やす時だ。そろそろ決める。刻みつける。この速度で切り裂く。解くと味わえ。インビジブルプレス。全滅するまで気を抜くなよ。相変わらずやるな、リラ。力を撃つ。今なら攻撃が通るかも。クラディア、いい感じだ。クラディアに捉えた。期待に応えよう、カライディアス。コアクリスタル借りるぞ。未知なる力、使うてみるか。これにしよう。頼りにしておるぞ。コアクリスタル借りるぞ。発動じゃ。派手に頼む。どうやら弱っているようじゃが。うむ、見事な勝利じゃな。よいしょ、集めておこう。何してるの？ああ、ライザか。部屋の片付けだよ。散らばってた本の角を踏んづけてね。その勢いで転んでついに怪我しちゃってさ。これを機に一気に部屋を片付けることにしたんだ。ようやくやることにしたのね。人事のように言ってるけど、ライザも人のことを笑える立場じゃないからね。え？え？ライザの部屋だっていつ見ても散らかっているからね。たまには掃除をした方がいいと思うよ。私のことは別にどうでもいいのよ。私だって自分では綺麗にしてるつもりなんだから。人の部屋になるとどうして散らかって見えるんだろうね。ほんと全くだよ。不思議でしょうがないよ。僕、空剣島で生まれ育って本当に良かったと思う。どうしたの急に。以前は退屈な島だと思うこともあった。王都に行ってからはその思いが強くなることもあった。でも何もないこの島だったからこそ自分のやりたいことが明確になったとも思えるんだ。もし王都とかで生まれ育っていたら、ただ漠然と生きていただけかもしれなかったよ。だって王都は何でもあるし何でもできるからね。何も考えずにいたら簡単に流されてしまう。それはそうかもしれない。私も錬金術師にはなってなかったかも。この先僕がどこでどう生きていくかなんてまだ全然わからないけど。この島のことは忘れないと思うよ、ずっとね。うん、私もね。
割と近いな。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。ここにしよう。森の中は苦手です。どこも同じに見えて分からなくなってしまいそうで。なんか珍しく集中してるな。何か薬を作るとか言っていたな。細かい成分調整がいるとかなんとか。それで集中してるのか。私も細かい作業するときはあんな感じになるよ。おい、あまり根を詰めるなよ。大丈夫だ。普段アンペルさんが調合してるところをじっくり見ることもないからちょっと珍しいかも。何か手伝ったりする？大丈夫？ああ、青く変化したから大丈夫だ。いや、アンペルさんは大丈夫かって聞いたんだけど。甘いものは今なくても大丈夫だ。なんか話が噛み合ってない。またこうなってしまったか。どういうこと？アンペルは集中しすぎるとこんな風に周りの音が聞こえなくなる癖がある。大丈夫だ、気にすることはない。あいつは放っておこう。集中しすぎるとああなるのか。私も絶対なってるよね。気をつけよう。さて、どこで使えるんだか。
どうもー。